guys, it's Yuri. Today's I will show you guys study. How to study Korean. すいません、失礼いたしました。皆さんこんにちは。今日はですね、皆様にですね、たまにリクエストいただく私の韓国語の勉強方法についてご紹介したいと思うんですけれども、前もって言っておきたいんですがね、私は韓国語できません。全くできません。できるとしても、ぐらい、本当にこれぐらい。その初心者の私がね、どんな勉強をしているのかっていうのを皆様にご紹介したいっていうのと、あとはですね、まあ韓国語をね、すごい堪能な方とか、今留学されてるよって方もね、中にはいらっしゃるんです。で、またまたはね、私のフォロワーさんの中にはですね、韓国の方、韓国にもネイティブのね方がねいらっしゃるので、まあそういう方々にね、ぜひこの動画を見ていただいて知った激励をいただこうという、もうまさかの逆にこう教えてもらうための動画っていうものを作りたいと思って今日は撮っております。じゃあまあ簡単にやっていきたいと思うので、まずはですね、このようにまあやる気の出るようなものを準備してください。私の場合は今日はスターバックスになります。ご覧いただきました通り、このように日韓夫婦と私は調べて、YouTube で見ています。なぜかと言いますとですね、これは非常に理にかなった原理によって学んでいる、学習しているっていうことになるんですよ。その理由としましてはですね、まず日韓夫婦の方々ので、ね、視聴者が韓国人の方でも日本人の方でも見ていただけるように作っている動画が非常に多いです。ということは字幕がですね、韓国語と日本語が一緒に出るんです。これが一つ目のポイント。もうこれはやっぱりね、どうしても最初のうちはね、単語もわからないし、何を言ってるのかもわからない状態なんですけれども、やっぱり喋ってるのを聞いていくうちに、こうなんとなくフレーズとかわかるようになってきて、じゃあ一体この単語は何なんだろうって思った時に、ああこういうことかっていうのがすぐにこう連結しやすいんですね。その2、まずですね、こう韓国ドラマ私ずっと見てたんですよ。でもこう韓国語を勉強されてきた方の YouTube とかでね、こうレクチャーを受けることがありまして、レクチャーを受けるとか、まあ見るんですよ。こういう風に勉強してきましたみたいな、そういうのを見ていくと、やっぱりドラマはあんまりいいフレーズっていうか、あんまりこう普段使いするようなフレーズではないっていう風に言われていて、確かによく考えると、みたいなね、こんな感じの、まあ、やっぱ甘い言葉が多いなと思うんですよ。中にはやっぱ生活に使えるものもあると思うんですけど、私たちもドラマ見ててね、なんか君みたいなみたいな、こういう喋り方は確かにしないなと思って、そこから学ぶってなるのは、こうアニメ日本語を学ぶっていうのと同じぐらい危険なんじゃないかっていう風にちょっと思い始めまして、そう考えた時に日常を映しているっていうところで言うと、一番こう日韓夫婦の Vlog が一番いいのかなと思って私はもう見てます。だからね、多分ね、この私の YouTube の履歴を見られたらね、多分ね、え、この人とは何、なんかすごいすごい下心でずっと見てるのかなって思われる、でも仕方がない、そんな動画になっている、そんな履歴になっているんですけれども、非常にね、学術的にもまあ理にかなった勉強方法なんじゃないかなと思います。聞いて覚える韓国語単語帳改訂版、ピクタン韓国語初中級編。というようにですね、この私は今ピクタン
初中級編を使ってます。もともと私はこれを使ってたんですよ。この本気で学ぶ韓国語っていうのを使っていたんですね。でこれも CD が入ってて、発音会話文法の力を基礎から積み上げるっていうやつでね。なんかね、こう文法を学ぶってめっちゃ難しくって、でもね使えることもあるんだけど、なんか例えば会話でなんとかですねとかっていうね、こうなんか日本でもさ、それなんとかですねとかいいですねとかってよく言うじゃん。なんかそういう表現とかってやっぱよく使うから、そういうののこうなんでしょう、前の文がこうパッチムなしで終わってたらこういう風にいいねようになるとか、あパッチムがあったらいいねよとかねよとか、パッチムありだったらどうなるとかっていう原理を学ぶとかっていうのはいいんだけど、もう全部この本とかで学ぶってなるとマジでもうなんか途方に暮れちゃうの。わからないことが出てきすぎて、あれみたいな、これってなんだろうみたいな、あのこの言い方ってこれで合ってるのかなって、それでなんかあれちょっと喋るの怖いなみたいになっちゃったりするので、でこういうね単語のね横に書いてるんですよ。もし大義とかだったら、1日目にしよう。あーじゃあこれにしよう、これなら言いやすそう。結局言いたいことはなんだってやつなんですけれども、教育하고싶은말이뭐야こんな感じで本で勉強するともう自分ができないっていうことのへのこのもどかしさ、私は最近あんまりね本で学んでないんですよね。いや学べや、独り言を全部韓国語で言うんだったらどういう風に言うんだろうっていうのを想像しながら喋るっていうことですね。今日はとっても疲れたってなんて言うんだろうって考えるんですよ。おぬるんでしょ、今日は。とっても飲む、힘들었다、힘들었어、힘들었어とか、あとは前みたいな、なんかもうそういうのを言うときはどう言うんだろうと思って、こうやって韓国語のなんかさ、インターネットで辞典とかも買わなくても、なんかインターネットでさ、今はさ、こうお腹すいた韓国語みたいに言ったら出てくるじゃん。でそれで単語をちょっとメモするみたいな。でメモも携帯にこう普通にこうやってメモして入れておくみたいな感じっていう風に今やってるんですが、あの非常にね進捗はね良くないです。やっぱりなんだろうな、もうちょっとできるんじゃないかなってすごく思うんですけれども、でもこのような段階なんですね。なんで私ができることとしては今この3つぐらいなんです。非常に芳しくないですね、雲行きは。なので皆さんぜひですね、他に韓国語こういう風に勉強した方がいいよとか、いやもうはたまたもうなんかこれはもう絶対習った方がいいよとかっていうのがありましたらね、教えていただきたいっていうのもありますし、まあ自分でもね結構努力してやっていこうと思いますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。以上、今日はこんな動画、今まで出たことがありますでしょうか。全く人に教えるためでもない、誰かに教えてほしいと懇願する動画になりました。以上です。じゃあ、おぬ여기까지。안녕。ピコンピコン。